来ましたね、このシーズン。すると変わるらしいじゃないですか。変わりますね。英語の、まあ、変更で早速いきたいと思います。更新の読数頑張ってください。スタッフさんに押されてますよ。覚えればいいと思ってるけど、その覚え方がずれてることは結構。どうぞ、始まりました。もっちゃチャンネル。さあ、今回ですね、中森塾長においでいただきました。はい、ハローゼア。いや、来ましたね、このシーズン。はい、来ましたね。今年、この先取り、先取りじゃないや。今年もルート変わるらしいじゃないですか。変わりますね。はい。いや、もうこの1年で、いろんなところでルートって言葉が出てましたね。いや、流行りましたね、ルートという言葉。流行りましたね。びっくりするぐらい、ルートっていろんな塾で使われる単語になったんだなって思って。ね、この塾も使うんだっていう。まあ、わかりやすいですからね、参考書の順番とか。あるとね。いや、影響力すごいなと思いましたけど勝手につけてただけでいつの間にか浸透して普通にレギュラー用語みたいになってますからね。すごいです。大丈夫ですか、取らなくて。商標今炎上してますけど幅広すぎてねどうなんですか、その先頭を走るルート界のボスいやいやいや、もっと古くからやってる方もいらっしゃるんで僕先頭走ってないと思いますけど、まあでもね、武田塾の動画の方ではどう変わったとかはあんまり話さないんですけど、はいはいはい、ルートそのものは当然見せるんで、うん、この森田先生のチャンネルの方でどう変わったかっていうのを、まあ、何年も見てる方とか、はい、変更点聞きたいかと思うのでちょっと話していこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。まずですね、一冊逆転シリーズ、はい、英単語と数学 1A が出たんで、あれはルート入りましたよと、うんうんうん、あの伊勢さんの書いてるですね、はい、で英単語に関してはまあシスタンとかターゲットとほぼ同じ使い方ができるんでそのまま入りましたし、で 1A は進化定用なんで、あ、なるほどなるほど、はい、今後1年とか半年とかかけて続刊されていくんで、まあ、それが出次第ですね、どんどん追加していくみたいな感じになるんですけど、使いたかったら使えるよみたいな感じになって、うんうん、英語の、まあ、変更点じゃ早速いきたいと思うんですけど、はい、まず一つは英単語の音読が入りましたね。へえ、あ、そうなんですね。はい、速熟とかのシャドーイングとかに入る前に、はい、単語も発音しようみたいな。あ、なるほど。別に今でもやりたい人はやってたと思うんですけど、はい、あのルートに入れることで、うん、やんなきゃいけないんだなって多少思うじゃないですか。だから別にやんなきゃいけないわけじゃないんだけど、やっといた方が覚えやすいっていうのは絶対あるし、 そうですね、その後その音読とかに入ったりリスニング入った時の下準備にもなるんで、うんうん、加えたって感じですね。そうですね、やっぱり、はい、僕もいろいろ校舎で見てると発音ちゃんとやってない人も多かったりするので、テストはこんなスペルのやつはこんな意味だったなみたいになっちゃってる人もいて、いや、ちゃんと声出して聞いて音分かるようにした方がいいっていうのは思ってたので、はい、あ、それはいいことですね、はい、で続いてがターゲット A 熟語と A 熟語ターゲット R、はい、はい、ありますね。これを速熟の代わりに選択可能になりました。お、なるほど。ターゲット、へえ、面白いですね。あの文章載ってるやつですよ ね、ターゲットの、はい、ついでにそのシャドーイングを別にこっちでやってもいいよっていう。はいはいはい。速熟って CD じゃないですか。そうですね。もうね、CD を聞く機会が家にない方結構いらっしゃるので、別に速熟は速熟全然使っていいんですけど、あのアプリであちら聞けるんでね、うん、まあ、そっちでもいいかな。あと、解体英熟語も選択可能になりました。あ、へえ、そうなんですね。これはほとんど選ぶ人実際武田塾にもいないんですけど、うん、使いたいっていう声がその、はい、どっちかというと武田塾の塾生じゃなくてその相談来る人とかでも多かったりするから、そう、ね、使いたきゃどうぞっていう、別にあれ分厚いから難しそうに見えるけど、うん、別にまあ詳しいけどむずいわけじゃないというか、そうだ、ね、できなくはないじゃないですか全然、うん、だからまあやりたい人はやっていいんじゃないのみたいな感じで、ただ情報量多いから時間がない人にはお勧めしたいよぐらいな。そう、ね、分厚いですかね。なるほど。で続いて文法ですね、はい、ポラリスネクスト系でもともと2択だったと思うんですけど、はい、もうあれを1枚にもうまとめて見やすくしたっていうのがあったのと、あと講義系に関しては先ほどエバーグリーンとか、はい、あとは肘先生のアカウントプラスとか、あと関先生がこの間新しく出した、はい、新英文法大全、はい、そうそうそう、あの辺とか好きなのでいいんじゃないかなみたいなのがあります、ね、なるほどなるほど。ただ問題集はもう薄いのか分厚いのかどっちかで選んで、その後のレベルもポラリス1を最初に選んだったらそれ以降ポラリスやってね、はいはいはい、でネクストとかやったんだったらその後ファイナル使ってねみたいな感じで分かれてるみたいな。で続いて公文英文解釈ですね、はいはい、入門70と基礎100ルートから外れました。お、正確に言うと必須じゃなくなったって感じですね。なるほど。っていうのは肘先生の読解でも M 法の後にあれやるじゃないですか、はい、そうですね。そうすると手厚くはなるんだけど時間かかっちゃうっていう側面があって、さっさと長文入りたいっていう人も結構多いかな、ね、なるほどなるほど。だからやってみて足りなかったら追加でやればいいという、うん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 、だから長文を先に入るようにしようっていうことで強制にはしなくなったんです。そうですね、共通テストだけとかっていうね、はい、人もいますしね。でその代わりにソリューションを長文解いた後に、はい、
ちゃんと構文全部振ってねっていうのを、なるほどなるほど、課題として必須化になってます、うんうんうんはい、なるほどなるほど、そういう風にして構文の部分を補うわけですね。まあっていうのもこれは一番はその読解のための英文法とソリューションの著者が両方とも肘井先生だからっていう点が大きいですね、うんうん、だから別にこれを読解を他の人でやるなら他その人の長文をやるっていう点も全然ありかなと思うんですけど、はい、要は統一されてれば構文のその振り方とか同じなんで、そうですね確かに、はい、それねすぐに練習できるからそっちの方がいいかなっていう風にしたっていう感じですね。確かに括弧の使い方とかそうですね、著者によって違いますからね。ちなみに音読も速熟とかさっき言った英熟語ターゲット R の代わりにソリューションでもいいよって形になってます。へえ、なるほどなるほど、はい、これで結構音読教材の幅が個人選択がだいぶできるようになったよっていう感じですね。なるほど、あ、いろいろ変わってきましたね。まあこれは結構ね個人の希望が結構多様化するかなとは思ったん で、うんうん、で別にこの辺は正直どれ使ってもそこまで実力に差が出るようなものではないので、そうですね、まあ、やりやすいところでいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、あと長文はハイパーのところがザ・ルールズに、あ、はい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 、ザ・ルールズ、はい、でハイパーはまあ追加問題集の方に今なってます。あ、なるほど、別にハイパーでも全然いいんですけどね、うんうん、ただ特に尊敬とかまでやるんだったら統一されてるんで、なるほどなるほど、まあ同じシリーズで4冊結構やって、うん、かつ英文が最新になるんで、はい、まあ、そっちを、ね、特に最近やっぱり尊敬だと特にそうですけど、その品質テーマを抑えてるかとかって非常に重要になってきたんで、うんうん、確かに確かに、でそういう意味でもしそれこそハイパートレーニングがまたリニューアルされて英文全部変わったって言ったらまた話変わるかもしれないですけど、でも最新傾向を抑えることを優先した方がいいかなっていうことでルールズを基本必須にするって感じにしました。なるほど、はい、東進ブックス頑張ってください。スタサプに押されてますよ、はい、まあめっちゃいい方なんですけどね、はい、でもさすがにそろそろ最新傾向に変えてほしいなみたいなのがちょっとあるかな、ね、あとは英語の共通対策として決めるの代わりに先生の、はい、雑がほらありがたい、やっぱあれが一番目の動かし方がリアルにこう解くよねっていうところが分かりやすいんで、やっぱ結構やっぱ時間短縮の意味でこれやっとかないとまずいからな、はい、なるほど、ありがたいです。続いて数学ですが、数学が先ほど言った基本対戦以外は高校入門のレベルがルートに必須で入るようになったぐらいでは大きな違いはないかな、うん、なるほど。であとは現代文が武田塾実は今年からマナビエイドが必須で全校舎入ってるじゃないですか、はい、はい、そうですね。でその中で現代文でめちゃめちゃ評判のいい講座があって、ほいほい、高校入門で野口先生のマナビエイドの講座、武田塾は現代文の参考書を出してる先生なんですけど、はいはい、あの先生実はそのマナビエイドの講座の中にめちゃくちゃ難易度低めのやつ入ってて、なるほど、ゼロから学生でもさらに簡単な中学生レベルとかのやつ入ってる。そうなんですね。本気で現代文自信ない人はそこからやれっていうのを結構実は武田塾昔からやっていて、うんうんうん、結構それ評判良かったんでルートとして入れてるよと。別にだから学べると受講してない人は別にそれ全然やんなくてもいいんだけど、はい、ただやっとくと非常にやりやすくなるよみたいな。なるほどなるほど。古文、古文上達基礎編が復活しました。ああ、なるほど。であと多読トレーニングをレベルを日大からマーチの方に移しました。おおほうほうほう。これは難易度というよりはあの長文が求められるタイミングがちょっと後ろかなって思ったからって感じですね。はいはい、その代わり古文上達を早めに入れることによって、うんうんうん、演習量は日大レベルも別に減らないようにはしてる。なるほど。ただ多読が必要なレベルってマーチ中国公立かなと思ったんでちょっとずらしたみたいな感じですね。うんうんうん、なるほどね。であとは理科系が宇宙一分かりやすいが高校入門として入りましたね。おお、ほうほうほう。これは本当に習ったことない人が向けに入れたみたいな。宇宙一ですからね。であと理科ってなんか例えば科学だと10問パターンと基礎問パターンみたいなのがあったじゃないですか、はい、あれが学校教材使う場合っていうのが分かるようにちゃんとした、要はセミナー使いたいみたいな人いるじゃないですか、うん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 、その場合こっちのルートを参考にセミナーに切り替えればいいよっていうのがルートで見たら分かるようになってました、うんうん、なるほど、はい、親切、まあ、これ結構やっぱり需要があったんでね、うんうん、このあたりちょっとやってあげたいかなと思ったんで書いてよっていうところですかね、まあ、あとは結構地味に変わってるのが社会。社会はまず世界史が一問一答ルートが追加されました、うん、なるほどな、はい、一問一答、うん、っていうのとあと時代と流れが基本的に1個マルチトレーニングとか、はい、あの日本史の2レベルトレーニングの前に入るようになりました、ね、なるほどなるほど。時代と流れだけで共通テストだったら乗り切れるし、うん、でかつ1回挟んでおくとその後のマルチトレーニングとかで本格的に全範囲難関大向けにやるのも楽になる、うん、なん、この辺入ったみたいな、うん、まあ、あと世界史日本史の勉強が分かんないって向けに一応絶対忘れないが元々入ったんですけど、はい、日本史の勉強を初めから丁寧にと世界史の勉強を初めから丁寧にっていう、うん、勉強法の本をお入れたんですね、うん、別にあのムンディ先生の本も全然読んで構わないんだけど、ただ結構みんなありがちなのが世界史と日本史なんか覚えればいいと思ってるんだけどその覚え方がずれてることが結構、うん、なるほど。結構やっぱつながり大事じゃないですか。大事ですね。でも本当に何のことか分からないまま、うん、ただの単語として覚えてること結構ある、はいはい、ありますあります。本当に英単語で言えば意味覚えないで発音だけ覚えてる
みたいなことやってる人結構いるじゃないですか。なのでそうならないようにってことで、もし勉強法分かんなかったら武田塾塾生だったら全然いいんだし、受験相談来てもらってもいいし、体験受けてもらってもいいんだけど、ちょっと自分でやりたいんだけどやり方分かんないってなって人はこの本読んだらいいよって感じですね、っていうのが10分ぐらいで話すとこんなもんかなっていう、すごいダイジェストで、ね、感じですかね。こういった形で変更されたわけですね、はい。まあ、今年は作業も大変だったと思うんですけど、塾長になって作業しなきゃいけないのも増えて大変だと思うんですけど、はい、いや、ぜひより一層使いやすくなった。そうですね、結構やっぱりみんなの現場の意見とかも今回結構いろいろ意見聞かせてもらって、使いやすさをかなり意識して、見た目のレイアウトとか変えるところを協力してもらったんで、かなりねルートをもらう人も使いやすくなったんじゃないかなっていうのは感じてもらえるんじゃないかなと思います、うん。はい、これから武田塾チャンネルですね、詳しくやっていきますので、はい、ぜひそちらの方も見てもらえればなと思います。はい、お願いします、はい。今回は中村先生にルートの変更点について聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。